はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、今回もいつもの通りおそらく金曜日に動画が更新されると思うんですが、珍しく今回はちゃんと水曜日に撮ってます。それぐらいねちゃんとやっておこうということでね、今水曜日喋ってはいるんですが、今回はあまりねちょっとネタがないんでね、ちょっとね大変ですけれどもやっていきたいと思います。もういきなり最初からいきましょう。今週のやること、ででん、リーグをやりましょう。というわけで、じゃあちょっと最初にいきなりねフォーメーションから見せちゃおうかな。まあ、あくまでもねマグがこうやってますっていうだけであってね、まあ別にそんな無理にする必要はないんですが、今これはちょっと強いチームの方ですね。はい、このようについこの間までスターチャレンジがありました。スターチャレンジ皆さんいかがだったでしょうか。マグは国籍別で育てる方が、挑んだ方が楽なので、編成するのが楽なんでね、なので、国別で10チーム作っていましたが、はい、このようにですね全部真っ赤じゃないんですね。左ウィングのところにいるムイスフィーグ、さらに星4フィーゴね、ここら辺がまだ連携が赤じゃないんですね。他も見てみましょうか。はい、こちらは、サイドなんですが、マグはね、これちょっとスターチャレンジで使ってないんですけど、コロンビア縛り、なんですね。まあ、引いたのは、バルデラマぐらいか。バルデラマとクアドラード、そしてレジェマでコルテバ。まあ、そこら辺ですよね。あと、まあ、星4イギータは、まあ、好みの問題ということで。で、こちらもほら、全然連携線がと、ね、ついてませんよね。で、もっと行きましょうか、じゃあ。こちらはスペイン縛りですけれども、ね、ほら、こんなに国籍がほら、バッチリスペインだらけですよね。ですが、連携はこんな感じということでね、やっぱり、スターチャレンジをやる上でもね、連携はやっぱり大事だと思うんで、アルゼンチンに至ってはこの間引いたばっかりですから、ほら、こんなもんですよね、やっぱりね。まあ、全員なってはいるんですけれども、星4、サネッティとベロンは引かなかったから、ゴールキーパーも引かなかったから、ということでね、こんな感じになっちゃってますけれども、あ、でもなんか水色背景がいっぱいいるといいなぁ。ベロンとサネッティも欲しかったなぁ。はい、というわけでね、こういうのでね、連携をちょっとね、鍛えようっていう、そういうのが今週のやることになると思います。さあ、ついでに、じゃあお知らせ、ここから読んでいきたいと思います。ここら辺だね。はい、というわけで、今週やること、もう一つ、SWCC カップが入ってきております。カップ戦のイベント、SWCC カップが開幕。まあ、これはトロフィーをね、集めるためのものです。今週はリーグをやりましょうって言ったので、その合間合間にこういうカップ戦が入ってくるので、ぜひ自分の身の丈に合ったカップ戦を選んでトロフィーゲットしに行きましょう。まあ、こんなもんかな。で、さらに、今週、こちら、11月6日、金曜日からですね、金曜日からアリーナランキングイベントもありますので、10試合だったっけ、対戦相手変えられるの。マグのレベルではね、対戦相手変えないと、とてもじゃないけど勝てないんですけれど、まあ、10回全部使うことにはなるでしょう。一体どれぐらい順位上に行けるんでしょうかね。どれぐらいの数値になるんだろうね。まあ、5000位だろうな。まあ、アリーナリングが9000もらえるったって、普通にやっても9000もらえるんだよね、確かね。重複しないよね、これ確かね。ちょっと忘れちゃった。まあ、普通のイベント。というふうになっています。で、さらに、ちょっと皆さんお忘れじゃないですかということで、リーグ戦を回そうとは言ったんですが、今回ずっとツアーがあったり、レジュマがあったり、さらにその前にもレジュマがあったりってことで、皆さん忘れちゃいませんかということで、ちょっとね、まあ今すでにリーグを回してる人たちはもう思い出してると思うんですが、
どこら辺にあったかな。ページ2番目まで行っちゃいましたね。こちら思い出してください。マスターリーグ90。こちらが、多分、マグと同じようなゲームスタイルでやってる人たちは多分リーグやってないと思うので、藤田のレジェマ、やってたでしょ？で、その後、リメルケのレジェマやったでしょ？で、次、ツアーでしょ？なので、この3週間結局みんな忘れてんじゃないかなっていうのがこちら、マスターリーグでございます。マスターリーグをプレイして、星5確定チケット、さらにはこのスタジアム建築許可証、まだもらってない人も多いと思うので、ぜひ今回のリーグ戦、まず初回優勝はした方がいいんで、最初だけガチで行って、その後、さっきマグが見せたような連携縛りで行ったらいいんじゃないかなと思います。今4月まで来てるんで、もうちょっとで優勝っすね。で、スタジアム、新しくしたいなと思います。はい、というわけでちょっと一旦カット。はい、というわけで、じゃあまたお知らせ読んでいきたいと思うんですが、今の段階でまたね、280連の後半戦をお届けしないと思うんだよね。で、その後に、ミッションスカウト120連があったはずなんですよ。それもまだね、お伝えしないでしょ？それが下手すると多分来週14、15あたりでお伝えになっちゃう。どっかでちょっと1日2週分やんなきゃダメかな。そうそう、これだよね。そう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 。ほら、フォルスベリー、コクラン、シュマイケル、ジェリンスキー、ラドゥ、こっちもね、まだやってないんですね。で、さらに280連の後半戦もまだお届けしてない。ね。というわけで、今回も来ちゃいました。ちょっと立て続けにね、ちょっと無料ガチャが来ているのが、一体どういうことなのかわからないんですけれども、また、来ちゃいました。こちらですね、ミッションスカウト 2.5 周年記念ミッションチケットスカウト。1日10連分のスカウトチケットが手に入る 2.5 周年記念ミッションチケットスカウト、長いな、スカウト第2弾を開催いたします。ということで、今回は、チェリシェフ、コバチッチ、サウール・ニゲスが正面に立っているので、この間やった無料280連と似たような感じの仕組みじゃないかなと思います。今日4日でしょ？で、明日5日だから、5、6、7、8、9、10、11だと、足りないよね。ってことは、また多分ね、これ、後半があるんじゃないかな。つって、結構前に来なかった時があったね。ね、ちょっとわかんないんですけど、もしかしたら後編が来るかもしれないので、ちょっとね、そこら辺は様子を見てガチャ回していきたいなと思います。ちょっとね、ラインナップが新しくなってますね。ホアキンコレアとかね、入ってきてますね。ドーグラスコスター、コバチッチ。サウル・ニゲスに関しては、マグはこれ、ごとつすると結構スペインが強くなるかもしれないからね、ぜひサウル・ニゲス引きたいですよね。結構スペイン系の選手がいるんでね、スペイン国籍が強くなりそう。そして結構前からマグが言っている、あと1体、あと2体、ちょっと忘れちゃったんですけど、もうちょっとでごとつできるのがスモーリングなんで、スモヤン欲しいっすね。で、あとね、毎回もう、皆勤賞じゃないかっていうぐらい出てくるダビド・デ・ヘアね。あと1体でいいんでくださーい。ね、やっぱり、デ・ヘア欲しいなー。で、さらに、今回は、こちら、もう一個ガチャが来ております。ステップ2以降は新星5選手1人確定。ああ、そんな早く新星5確定なんですね。ピックアップスカウト。今回は、コロンビア国籍の3人、カルロス・バッカ、ジェリー・ミナ、ダビド・オスピナ選手が登場します。ゴールキックを蹴るときにね、おーって言って蹴った瞬間にオスピーナーっていう選手です。ね、ぜひゴールキックのたびに言ってください。それが名物な人ですね。でもジェリー・ミナーはね、ちょっとね、バルサだったっけね、ちょっと、あお互いされたもののね、ちょっとうまく活躍できなかったんですけど、今多分プレミアで着実に育っております。厄介な。後に
センターバック最高の選手になるかもしれない選手なんで、ね、ちょっと今のうちにね、名前を覚えておきましょう。ね、バルサで失敗って言っていいのかな、1年そこそこで出されちゃったのかな。で、今回はこの3選手、ボーナスって書いてあります。登場する選手はボーナスですってことなので、下手すると来週レジェマってことかな、来週レジェマプラスエントリーで、再来週 SWCC と見た。ね。知らないよ。知らないよ。先言っとくけどね。で、この3選手はボーナスの選手なので、引きましょうということで、じゃあこれから引きたいと思います。まず、フォワードのカルロス・バッカがストライカーか。多分今回の今回っていうか、何回か前に出てきたイギータ・バルデラマのための何連の時と同じで、おそらく、あの監督さんの褒め込みに合うような選手になってると思います。で、カルロス・バッカ、ジェリー・ミナ、ハードマーカーってでも、コルテバと被ってんじゃない？え？両センターバック、ハードマーカーなの？ちょっと怖い。で、ゴールキーパー、ダビド・オスピナ。まあ、イギータを取れてないからね。イギータのサブに置く？そうするとほら、スーパーサブって書いてるよ。なんという、なんという使い方。というわけで、こちらは引きましょう。ボーナス選手、前回いなくて辛かった。あ、監督使うと俺やってねえや。33枚もある。あ、じゃあちょっとこの、ボーナス引き終わったらやるわ。おっと、星5選手の確定チケットが5枚もありますね。今回はちょっといただきましょうよと。ね、そういう感じですよね。で、多分今回の無料、ミッションスカウトと同じ選手たちが引けるんだよね。だからまあ、マグが欲しいのは、まあ、ボーナスは確定としても、デヘア、ムスタフィ、スモヤンってところかな。まあ、オスピナとミナはね、欲しいよ、そりゃね。あと誰だろう。まあ、ガイアとかかな。でも、付加価値がついてる選手なんていないんじゃないのこれ。これ一個ずつ見ていかなきゃダメ？事前に調べておけばよかったやつだけど。ちょっとこれ多分ね、今回いないかな。ベルハイスぐらいがスーパーサブついてるとかじゃないの、まあ、一応スーパーサブついてるのはね、まあ当たりと言っていいのかな。まあ、ごとってできればの話だけどね。うん、今回はあれだ、イカルディみたいな、ああいう付加価値がついている選手ってのは、いなさそうな感じするな。そして今日なんかすげえ重いな、俺のスマホ。大丈夫か？こんなに重いのか？こんな重い時に引いてもちゃんと選手は来るのか？いや、こういう時は一回電源を切るというマグの都市伝説でやった方がいいかもしれないですね。よし、じゃあちょっと電源を切ろう。じゃあ一旦カット。お、ナイスキャッチ。はい、というわけでやっぱりね、付加価値のついてる選手はいませんでした。残念。ガラス製品がね、やたら多かったかも。よし、じゃあ今回は一発でボーナスを引いて終わる。5体も引かない。よし、行くぞ。でも誰がいいんだろう。ジェリーミナの方がいいのかな。ジェリーミナが欲しい。お願い。ガラスの左足。右ウィングか。誰だろう。もういらなさそうな感じだけど。ドーグラスコースター。いらないかな。はい、次。ドーグラスコースター持ってたかな。忘れちゃった。持ってるから何も出ないのか。持ってたら、あ、持ってなかった。初引きだったら多分記者会見ありだよね。今度は左。ああ、もう、イオビーはもう入ってないよね。大丈夫だよね。いやー、なかなか来ないですね。ジェリーシェフも結構持ってるかもしれない。どうしよう。あんまりこんなのもなー、ごとつしてもしょうがないよね。
そういうボーナスだよ。欲しいのはボーナスなんだよ。カモンボーナス。ノーヒント。なんということをしてくれるんだ。いや、ここはジェリーミナが来る。カモンジェリーミナ。セパージョス、まあ、アーセナルの選手だからいいよ。ただね、スペインのあのフォーメーションに合わないんじゃなかったかな。インサイドハーフとアタッカーなんだよね。だからね、君出れないの。スペインで出れないの。いや、これきついな。スペインで出れないんだよな、セバージョス。ごとつしても。あと2枚しかないよ。頼むよ。ジェリーミナ。ジェリーミナ来い。おい、ボーナス2回続けてなしよ。やめてくれよ。イーグルスの主翼。誰なの、ザハとかかな。あー、イビルフレッドザハー。ザハも結構いる。ごとつはできないけどね、まだね。いやー、なんか最近ボーナスから恵まれてないなー。なんで出てこなくなっちゃったんでしょう。カモン、ラスト。おい、今回もまさか、おいおい、ボーナスなしで俺はレジモンをやらなきゃいけないのかい。はい、サブマリンって出たんでカルロスばっかー。はい、ありがとうございます。ということで、マグはボーナス選手をゲットしました。はい、ありがとうございます。全部使っちゃった。というわけでね、ボーナス選手はいた方がいいので、でも、なんか最近いなくてもいいよね。こんなこと言っちゃうのもあれだけど、最近いなくてもいいよね、別に。というわけで、マグは、頑張って、ボーナス選手を育てたいと思いまーす。まあいいか、どうなんでしょう。あ、スプリージャを取れなかったからね。まあ、試合には出れるか。で、散々俺、スルーしてきちゃったこの、監督ガチャもやってみますか。これ、どんなのなの？パサーリアさんがいる。スカニーレさんもいる。まあ、やっぱりこれって、トツル選手は、サブの監督の方がいいんだよね。使う監督が来てもしょうがないってことでいいんだよね。そうだよね。ダリオンコネスさん、結構チケット枚数あるから10枚でいっちゃう。一気に10枚いってみますか。これ出し渋ってもしょうがないもんね。ガンガン引いていいんだよね。あ、一瞬で終わった。ちょっと待って、星さんも取るんだ。星さんもいるの。いいえ、でもスカニーレはいいんじゃない。どうだろう。あ、スカニーレは使う方だから、どっちかっていうと、もう一個の方がいいのか。パサーリアの方が良かったんじゃない？で、クエリはいいよ。クエリはね、サブだから。オッケーオッケー。クエリはオッケーです。ただなんかこう、引いた感覚がなんかなくて、一人ずつ行ってみますか。あ、あっさり。あ、こんななんか、ガチャの面白みもないんですね、この監督ガチャって。なんもねえんだ。テロリンって音もないんだ。ストーンと入ってくるだけ。ストーンと来るだけ。星さんもで取るのか。そっか。じゃあ、なかなかイチューの監督を手に入れるってのは難しいのかな。じゃあもう 10人でさらっと流しちゃうね。なんかあんまり面白みがないわ。あ、ファンバイクはいいですね、ファンバイク。オークエリオいいですよ。マチョウには使うのか。いや、じゃあ、ごとつまで行くのって結構時間かかりそうだね。クエリオが一番なんかいい感じ。よし、じゃあもう一個行きます。お、なんかいっぱい星音来た。カンパオリ、ノッツ、ノースゲート、コロッペ、マルデーノ、ほとんど使わない。そっか、使わないか。いや、まあでもね、これ、ダブって育成が100から200になったことで上回ってる可能性もあるわけだから、星音がいっぱい出た方がいいね。星さんの監督なんか俺使う気ないんだけどな。え、星さんの方が強くなったりもすんのかな。いや、それは考えてなかったな。星さん、モーリ、ポイチ、400いってるじゃん、もう。星4のモーリ、ポイチが来なさいよ、本当に。はい、というわけで、監督ガチャでした。はい、というわけで、さらにね、尺が多分ね、余ってるんじゃないかなっていうことなので、今回は、
ごとつできるんで、ちょっとそれをお見せして終わろうかな。前回も言ったんですけど、多分ね、アルゼンチンガチャの時に言ってると思うんですが、パレデスがごとつできるので、パレデスごとつしたいと思います。このようにね、4体いるので4突まではいけるんですが、1突目はアイテムを使わないといけないので使いたいと思います。で、さらに、この間のあれかな、バティのところかな。あそこでミッドフィルダー1突アイテムがあるので、もうこういうのはもう便利なんでこれを使っていきたいと思います。これはまあ便利便利。テロリンということで、まず1突。じゃあ、あとは、一個ずつ限界突破していきたいと思うんですが、旧パレデスってのもいるんですよ、こうやって。まあ、旧パレデスはね、ほぼ使ったことないんですね。なので、まあ、今回はね、この、ごとつ用のアイテムにさせていただきたいと思います。まあ、自力ごとつすることってのがね、あんまりないんでね、ちょっと嬉しいですね。じゃあちょっとこれで使っちゃおうかな。これでアルゼンチンはね、彼一人のおかげでだいぶ強くなるんじゃないかなと思うんで。で、さらに、ムサッキオ、メルカド、ここら辺も、オールマイティ突アイテムを1個手に入れれば、それでもう、あと1突、2突アイテムか。そう、2体いるから、頑張ればね、1ヶ月で、ごとつできちゃうんですよね。だ今回のアルゼンチンって結構強くなるんじゃないかな。まあ、メッシはね、まあ、時間かけてでもごとつするんで。はい、というわけで、パレデス選手ごとつ達成。まあ、マグの実力で、こういう選手をごとつすることってのはあんまりないんでね、ちょっと嬉しいですね。付加価値ついてる選手ですしね。ミッドフィルダー全員のスタミナがダウンしちゃうぐらい、すごいの持ってますからね。ただね、ビブスがねえかな。あ、すごい、1万超えた。お金が今なかった。ごとつするとこんなにお金なくなるんだね。あ、黒ビブスあったみたい。ただ残念なのがスキル継承まだしてないっていうね。1万1000までは行くのかな。あとアクセサリーでうまくいけば1万1500ぐらいまでは行くのかな、わかんないけど。2000まではいかないよね。というわけで、パレデス選手1万超え。いきなり強くなりました。いいね、ごとつって。ごとつっていいなぁ。なんでちょっと志村さんっぽかったんだろう。で、さらに、メッシも4突までできるんで、4突したいと思います。危ねえなこれ、なんか。なんかこう、怖えなサイドメッシ、ポゼメッシ、一緒にここ並べとかないでよ。じゃあ、まず1突アイテム使います。危ないね、これ。1突アイテムだよね、ちゃんと使ったの。最近ログインボーナスで1突2突のアイテムをもらえることが多くなってるので、比較的こういうの楽でいいですよね。ほら、2突アイテムもあるんですよね。で、あと何日かしたらもう1個2突アイテムがもらえるので、次は今のところ考えてるのがチアゴシウバかなと思ってます。ただ、それまでに多分年末年始来ちゃうからね、1回待っちゃうかもしれないですね。チアゴシウバは待つかもしれない。でも待ってる間に1突2突アイテムもまたログインボーナスくれそうだけど。クリスマスとかさ、年末年始にくれそうだよね。ちょうだいよ。ね、ちょうだいよ。で、オールマイティアイテム。こちらは、1ヶ月1回手に入る、500ゴールドコインを払って手に入れたオールマイティ突アイテムです。本来は、今ね、3突目をゴールドコイン800で買うっていう手もあったんですが、多分ね、その次の500コインがね、間に合わないような気がするんで、1ヶ月待ちます。800コイン使いません。はい、3突目。あ、メッシ先やればよかった。クロビブスパレデスに全部使っちゃった。メッシ先の方がよかったね。はい、というわけで、中央突破メッシは4突。今のところはそんな感じです。11月の下旬に5突できると思います。サイドメッシとポゼメッシが怖いね、あそこ置いてあるのがね。まあ一応鍵かかってたからいいけれど。おー、行くよ。
はい、というわけで、メッシ4突でもう1万超えてるじゃん。いや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 、すごいなメッシは。え、ってことはじゃあ次年末年始に来るのはカウンターメッシが来るのかな。いい加減にせえ。ね、一人ボケ一人ツッコミさせていただきました。本当に勘弁してくれよセガさん。もういいよメッシは、もうお腹いっぱいメッシは。というわけで、今回アルゼンチンガチャでメッシ、パレデスがおそらく5突できるんじゃないかなと思います。時間をかけてメルカドムサッキオも5突できるんですが、ムサッキオはちょっとしないかな、どうしようかな。よっぽどのことがない限りはしないかなと思います。はい、というわけで今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。で、今後もね、またあの無料何連280連あそこら辺で、ごとつできる選手もいるので、またね次そんなあのごとつ急いでないんで、あのまたねあのネタがない時に、ごとつだけお伝えっていうのもね挟んでいくかもしれません。うまく引ければいいけどね。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。おしゃリーグだリーグー。